放浪寮はん、ま、ほらちょうどこんなふうじゃない。し騎士団だろ。騎士団、俺お前も騎士団とは。おあ、家族なんか彼らに。おそうだったのか。たいや遠慮するなよ。ありがとう。俺たちなら。そう、気にするな。騎士団の彼女な。そろそろここ。か、そういや誰。わからないよ。でもオオカいつもは水管橋付近のキャラバンを襲っだから、時間があったら調査を手伝って。
ありがとう。最近、そうなの、実は、街が襲われた？ひどい。そうでしょ、街が襲われたから。もしかしたら、ま、荷物やに、あ、でも、ああ、そうだ、惨めだろう。ピッ、あ、うん、他に目撃情報、役に立ちそうな情報、現場の痕跡を調べに。詳細はまだわからないけど、これも調査の大…さて、調査で何かは…うわ、たて…ああ、なん…それで現場に残されたタイム…でも安心して、すぐにほう…こんな危険な…いいだろう、うわ、俺たちは…い、ちょっと…笑わせるな…行くぞ。本当に…何がだ、彼らの未来がだ、若い奴らすぐ…そ…風と共に去れ。知り合いじゃないの？知らない。赤いけど。ああ、
ちが言ってた狼将軍。そう、レザーって言うんだ。助けてほしい。お？説明する時間。さっきの奴ら、そうだね。血の匂いだ。急ごう。まさか、あ。はっ、ついてこれるかな？結婚だ。人じゃない。だからルピカは運命の家族。わあ、でもおか彼が。彼って誰のこと？この土地の主。モンドの主はバルバトスじゃ。後で。あ、待って、レザーもう行っちゃったぞ。村を襲ったのは流浪の黒狼と彼。この土地のある。それはさっき。ルピカは奥深く。ここは集めてほしい。これって砕いて。確かにググプラムのたって本で。へえ。そ、針で刺すこと。相手に傷。紫のし。俺はここで面倒を見る。もう一人の。うん。あんたの友達の狼はまだ潔白だって。ググプラム。十分だ。彼と話を
したんだけど、狼たちのルールってすごく…ありがとう。この辺をぐるっと回ったけど、他…狼ってそういうもんだよ。なんでお前…お前に用がある。こいつだよ、噂で聞いた。お、へえ、お前だったのか。お前が裏で糸を引いていたんだ。パパとママはどうし…やめて、レザーが口下手だから。ん、村を襲ったのは俺たちじゃ。創造し、我を呼び起こすだけでなく、この北風に捧ぐ供物もなしとは。お前たち、我が一族に害なすだけでなく、真実を見る目も曇ったか、愚か者めが。怒りを鎮めてくれ。外の者を構うのか、レザー。我の怒りは収まりませんぞ。お前の剣で奴らの罪を清めるといい。お前が人類から学んだ技で王たちの総合を見せてみろ。奴らは違う。何時、そしてそこのに、何、我が、あ、レザー、そんな顔しないで。そう、その、今ここの外に。大丈夫だ。ここのものでも、旅人、バイモン、それと、あれだけ話し、さよならだ。